皆さんこんにちは、手島クッキングのチョウです。今回は黄金ガレンの中華風蒸しの作り方を紹介します。癖がなく身がしっとりとしていて柔らかい白身のカレーは刺身や煮付けや唐揚げにしても美味しいです。スーパーから買ってきた処理済みのカレーを水でよく洗います。ハサミで両側の背びれを切ります。唐揚げを作る時には切らなくてそのまま食べます。蒸すなら自分の好みは切った後で料理します。身の部分を斜めに包丁で浅く切り目を入れます。こうしたら火の通りや味の染み込みが良くなるだけでなく、加熱によって皮が縮んで破れたり身割れするのを防ぐ効果もあります。皿に置いて塩をかけてから軽くすり込みます。塩を振るのは味をつけることはもちろんです。もう一つは調理の時に身崩れがしにくくなるためです。千切りにした生姜と輪切りの唐辛子を上にのせます。醤油と酒をかけて、さらに豆豉ものせます。魚の臭みが気になる方は魚の下にも長ネギを敷いて蒸した方がおすすめです。こうしたら臭みが減って火の通りも良くなります。豆豉はスーパーの中華食材コーナーにあります。特有の風味と塩味で味付けが本格的な中華料理の欠かせない調味料です。蒸し鍋に入れます。強火にかけてお湯が沸騰してから15分ほど蒸します。蒸し上がったら皿ごと取り出します。魚の上に長ネギ、生姜と唐辛子を乗せます。同時に別の鍋に油を引いて煙が出てくるまで熱します。熱した油を長ネギなどの上にじゅわっとかけます。最後にお好みでごま油を回しながらかけます。食べる時にタレをつけてからお召し上がりください。身が柔らかくて食べやすい、淡白な中にも上品な旨味のあるカレーは簡単に蒸すとの相性が抜群です。こちらは手島クッキングです。これからも美味しい料理をシェアしたいので、チャンネル登録といいねお願いします。ありがとうございます。